愛知県に大雨警報が発表されました。詳しく見ていきましょう。愛知県の江南市に大雨警報が発表されました。愛知県江南市に大雨警報です。夜8日夜の初め頃まで低い土地の浸水に警戒をしてください。では現在の状況を確認していきましょう。現在かなり活発な雨雲がかかっておりまして、この下ではザーザー豪雨レベルの雨のご報告多くいただいております。さあでは今後の予想をお天気アプリウェザーニュースで確認していきましょう。こちらアプリを立ち上げていただきまして、トップの下のレーダーを押していきますと、現在の状況から今後の雨雲の動きまでご覧いただくことができます。現在愛知県内かなり活発な雨雲がかかっておりますが、この後の動きはこのように10分ごとにご確認いただけます。夜遅い時間になってくるとこの雨雲縮小していく見込みです。では今後のお天気お伝えしていきました。詳しくはお天気アプリウェザーニュースでご確認ください。 Thank you.